どうも、くまです。本日は PUBG ライトをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。そしてね、間違って私がね、ワンマンスクワットで入ってしまったので、まあ悲しいがなワンマンスクワット戦となっております。じゃあ行きましょうか。場所はサンホックですね。まあ、PUBG ライトのいいところは、まあ、草が少なくて敵が見つけやすいといったところと、あとは、なんだろうな。衣装がいいかな。うん。この衣装がめちゃめちゃ良くて、まあ、これをね、PUBG の本家でも実装してくれればいいんですけど、なかなかしてくんないんですよね。まあ、ただ、このね、衣装をゲットするためには、ドンカツメダルというのが必要だったりして、まあ、なかなかね、じゃあ、気軽に回せるかというと、気軽に回せず、まあ、課金すればね、結構楽に回せるんですが、まあ、課金するのもなーっていうので、まあ、ちょっと私はね、適当に今はやってますね。お、この M16 のスキンかっけえな。こんなん持ってたんだ。あとね、なんかね、音のバランスがおかしいんだよね本家 PUBG とはちょっと音のバランスがね、違くてね、なんかちょっとそこはやりづらいかな。ラック。うん。まあ、とりあえず武器を集めていきましょうか。お、いいっすね。メットはかぶってるか。M16 なぁ。バースト銃だから超難しいんだよなぁ。できれば M16 を捨てたいんですけど。お、拡張クイックドローじゃないですか。サムグリも取っておきましょうか。びっくりした。これ M4 持ってますね。M4 もらいましょう。ん？こんな悠長に漁っていいのかっていう。あとなんかここら辺で気絶したやつがいたはずなんだけど、どっか行っちゃいましたね。入った。お、サフなんて持ってんのか。まあ、これはおそらくボットっすね。おそらくというか、もう確定ボットだね。もうこのゲームね、ボットが異常に多いんですよ。てか、ボットだらけなんか知らんけど。さあ、ここは世界大会で産出が通って死んだ場所ですね。なぜここを通ってしまったのか。当時は産室に思っていたけど、私も通っていると。まあボットが多いんで暇な時間はそんなにないってのが、まあこのゲームのまあわりかしいいところかもしれないな。まあただボット狩りになっちゃうんで、なんかよりもっと難しいPUBGをやりたいみたいな感じの思ってる人は本家のPUBG とか、あとは、まあ、モバイルの方は、PUBG モバイルとかを楽しんだ方がいいかもしれないですね。あくまでちょっとボットが多すぎて、雑魚狩りみたいになっちゃう。ただ、その終盤は確実にユーザーがかなり残っているので、まあ、終盤だけはユーザー戦が楽しめるといった、まあ、感じのゲームとなってます。あ、これベスト持ってたか。できればね、やっぱり、せっかくボットだらけなんで、支援物資とかを拾いに行きたいんだけど。落ちるかな？支援物資を取りに行こうか。もうこれ落とした後かどうかがわかんない、ね。まあ、とりあえず追っかけてみようか。
これ落とした後かな。さすがにあんな奥に落ちる。ああ、落ちる可能性はあるか。ああ、見えなくなっちゃいましたね。さあ、残り82人もまだ残ってるんで、ゆっくり楽しみながらやりましょう。まあ、あとはユーザーが何人ぐらいいるんだろうな、このマッチには。弾はもういらんのだよ。あとね、このゲーム、このね、ボムがね、異常に難しいんだよね、なんか。やばい。あ、なんか、あ、なんか、リーンができなくなったぞ。リーンじゃない、覗くのができなくなったぞ。なんか反応がおかしかったな。サプレッサー DMR M4 しろ。なんか今この覗くのが変になっちゃったね。なんだこれ、キャンディーか。できればバイスコが欲しいっすね。一応取っとくか。あ、やば。こんなにね、弾いらないんだけど。まあ、ボットが多いんで、ボット狩り用に弾は持っときましょう。レッドゾーン。ボットがレッドゾーンで死んだりもするのかな？そんなボット見たくないな。あ、4スコアあるやん。パクパク。さて、とりあえず敵を探しましょうか。 29PP もらいましたねまあ BP の使い道としては、なんかガチャみたいのが、まあそれもあって、まあそれで使えるんですけど、そのガチャでね、あのドンカツメダルが1枚だけ出たりもするんで、まあガチャ回していくのはありだと思います。おお、バイク。とりあえず回復だけ取っときましょうか。お、ボムがあったね。いいね。あれ、これってさ、あ、パブ G みたいになんか、指定で落とせないな。今さら気づいたわ。まあ、このゲームもうね、5回、ん ?6 回 ?6、7回やってるんだけどね。今さらこんな機能に気づきました。落とせないっていう。さて、皇居落としてないっすね。落としてない。この辺じゃ落としてくれない。あんまね、ボム持ってもしょうもねえんだよな。マジでボムが飛ばない、このゲーム。あんまね、ボムの脅威が少ないんですよね。転がりが少ないのかな。ボムが飛ばないというより転がらないのかもしれないけど、なんかね、遠投技術がないんですよ。割と近いっすね。まあ、テルスティールだけしよう。
ボックスポなんて持ってるし。これいらんかな。包帯いらんかなって選択肢。あれこれだけかな。なんか気絶入ってんだけど、これね、ボットスクワットなんで、近くにいるとは限らんのだよな、悲しいがな。まあ、いっか、パルスの中心目指すか。敵も見つかんないね。もうなんかどん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 パルスで死んでくぞ。敵がパルスで死んでくんだから、まあ、普段のPUBGだとね、こんな感じで全然クリアできてないのに、もう突撃みたいのはなかなかできないんでね。まあそういう意味では爽快は爽快かな。まああくまで俺強えみたいな、もうボットを倒して俺強えを味わうゲーム。実際は強くなくてもね。あとは PUBG 初心者とかが、まあ、いきなり今の PUBG に入ると、まあ、ユーザーね、もうめちゃくちゃ強いんだよ今。びっくりするほど強いんで、なかなかね、新規参入ってのはね、ちょっとハードルが高くなっちゃってるんで、そういう意味ではこの PUBG モバイルで、まあ、新規参入、あ、 PUBG モバイルじゃない、 PUBG ライトで、まあ、新規参入してみて、まあ、楽しくて、まあ、さらにもう無双し続けて、で、より強者にって感じだったら PUBG を買うがいいね。本当になんか PUBG まだ買おうかな、どうしよっかなとか、そんな感じの人がやるとマジで面白いと思う。基本的に操作性は全部ほぼ一緒なんで。まあ違うとすればなんだろうな。まあさっきも個数で落とそうとした時とかが、なんか多分キーが違うのかな。うん。そういうちょっと細かいのがあったりするかもしれないけど。あとは建物の構造が違ったり。まあそういう感じぐらいなんで。言うて。もういいかな。なんか今足音鳴った気がしたんだけど、気のせいか。気のせいっぽいな。いや、気のせいじゃなかった。これユーザーだったら殺されてましたね。確実に殺されてたな。 100% の確率で殺されてたな。まあ鎮静剤がめちゃめちゃあるんで使っておきましょうか。できれば3スコ欲しいんだけどな。でもまだまだ敵残ってますね、40人近く。さあ敵を見つけに行きましょう。いましたね。
から出てくるかな。あ、当たんな。他に敵さんはいませんか。なんかいないね。ちょっと遠いかな。さあ残りも23人とだんだん少なくなってきましたね。まだ先なんだ。この銃声なんだ。どこでやるやつ？川渡るか？川渡んなくていいな。うわ、こっちだね。まあ、いっか。そのうち来んだろ。下ポジ取ってんのはすごい不利な気がするけど。今いたね。見逃しちゃった。いた。あ、どこにいる？全然見えんけど。あ、いたね。もうボムでいいか。間違って大きい使っちゃったし。もうボットでよかった。ラス1だね。まあラス1もボットじゃねえかな。
どこにいるかは知らないけど。うん、見当たらないな。あ、なんか変なの拾っちゃった。いた。まあボットだらけだな。ボットゲヘン。まあただ一応ドンカスですね。ジジ、ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またの。